東京大空襲から68年を迎えた今日、東京墨田区で法要が営まれ、猪瀬都知事や遺族らおよそ300人が参列しました。さまざまな災害の脅威から東京を守り、都民の皆様が安心して暮らせる首都東京を創造していくことを改めてお誓い申し上げます。およそ10万人が亡くなったとされる東京大空襲の法要は東京都慰霊堂で営まれました。法要には遺族のほか秋篠宮ご夫妻や猪瀬都知事らが参列しました。慰霊堂には空襲による犠牲者のほか関東大震災の犠牲者の遺骨も納められていて、春と秋に法要が営まれています。